指揮官、こういう時どんな顔すればいいかわからないの。笑えばいいのか。来たか、指揮官。いや、永遠の契りを交わしたあなた。これからあなたに導かれる日々を思うと、甘えたくなってしまう。いつまでも表情が硬いままではいけないが、あなたの言う通り、微笑んでいればいいのだろうな。指導者が一人だけでいいとは限らない。あなたを補佐するポジションもまた大事だ。私も同じ？そうね。あなたの言う通りね。ハネムーンの予定は、もう決まった？ああ、急かすつもりではなく、もし決めかねているのなら、少しアドバイスをしようと。少し、私にしては積極的すぎたかしら。鉄血の指導者として、赤い絨毯を歩くことには慣れているが、こういうシチュエーションは初めてだ。今日ばかりは、あなたに頼り切ってしまいそう。あなたの理想の道を、焦らずゆっくり進めばいい。お互い時間はたっぷりあるから。不思議と、指揮官とは共通の話題が多い。いや、戦いや指導者としてのこと以外にも、音楽とか趣味とか、日常生活のこともそうだ。恥ずかしいことだが、私と気軽に話をしてくれる人も、そう多くはいなくてな。あなたがくれた指輪ならここにある。触って確かめてみる？花嫁姿はやっぱり、いや、なんでもない。続けて。任務もこなせない人間に戦場に出る資格はないわ。報酬はここに置いたわよ。新しいメールを早く確認して。私にとってもきっと大事な情報だから。大丈夫？無理はしていない？あなたが私を心配する姿を真似てみただけよ。やっぱり私らしくないわね。一人で静かにしてくれ。私、そう簡単に喜ばないわよ。あなた、いい指揮官ね。何？私が人を褒めるのはそんなに珍しい？いちいち反応しすぎよ。じっと見てて何があるの？私の顔に何かついている？綺麗。ありがとう。誓いを交わしたから、感情表現のハードルも少し下がるだろうと思ってたけど。意外とそうでもないな。いくらか素直になれたとは思うけど、伝えたい気持ちもまた増えていく。あ、今のままでもいいって？そうね。私も、今のあなたのままがいいわ。
指揮官、こういう時どんな顔すればいいかわからないの。笑えばいいのか。委託組への出迎えは、待って、さすがにこの格好のままではみんなに驚かれてしまうな。ダンケン、我らが旗に集え。素晴らしい勝利を与えてやろう。私とあなたの二人の花道を飾るために。私のプライドを傷つけた罪は、次は命で償ってもらうわよ。我の射程内にのみ真理あり。みんな、私の後ろに隠れていて。